お元気ですか？ボクシミでございます。今回は2024、プロ野球チップス第2弾の開封動画第7回目でございます。今回はですね、ポテチの方がですね、事情によりましてですね、持っていかれましてね、結局残ったのはこのカードのね、この袋しかないっていう状況でございます。で、こちらはね、11袋ありますのでね、早速開封していきたいと思います。でもね、開封することにはね、変わりませんのでね、ご安心ください。まずはですね、第7回目の、1袋目でございます。西武ライオンズの平井勝則投手でございます。阪神タイガースの森下翔太、外野手でございます。2袋目でございます。で、通算200奪三振を達成した中日の涌井投手のカードでございます。で、ソフトバンクホークスの、ロベルト・オスナ投手でございます。3袋目でございます。で、キラーカードが出ました、日本ハムファイターズの山崎福也投手の、キラーカードでございます。で、横浜 DeNA ベイターズの関根大輝、外野手でございます。4袋目でございます。で、またね、キラーカード、スターカードでございますね。ヤクルトの山田哲人、内野手の、ね、キラーでございます。で、広島の選手会長、堂林翔太、内野手でございます。5袋目でございます。ちょっとごめんなさいね、ちょっとね、カメラがね、ちょっと、当たってしまいました。失礼いたしました。では改めまして5袋目開封していきたいと思います。千葉ロッテの佐々木朗希投手でございます。で、埼玉西武ライオンズの甲斐野博、投手でございます。6袋目でございます。で、中日の選手会長、柳裕也投手でございます。で、広島カープの、これは島内宗太郎投手でございます。7袋目でございます。阪神タイガースの岩崎優投手でございます。で、楽天イーグルスの則本昂大投手でございます。8袋目でございます。で、北海道日本ハムファイターズの
アリエル・マルチネス捕手でございます。で、オリックス・バファローズの西川龍馬外野手でございます。9袋目でございます。で、スターカードでございます。埼玉西武ライオンズの平海馬投手のキラでございます。で、横浜 DeNA の佐野啓太外野手でございます。10袋目でございます。阪神タイガースの、ジェルドン・ノイジー外野手でございます。で、開幕戦で初勝利を収めた巨人阿部監督のこれカードでございます。で、最後の11パック目でございます。北海道日本ハムの伏見トライ、捕手でございます。で、最後は千葉ロッテの荻野貴司外野手でございます。以上で2024プロ野球チップス開封動画第2弾の開封動画7回目終わりたいと思います。はい。で、ひょっとしたら、あれば8回目もやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。